仲間との別れはきつかったよ。だが大佐の死が彼らに旅の終わりを示唆し、バイカル湖の湖畔で新たな生活の始まりの契機となった。うん、でここが今俺には終着点が転換点になったんだ。うわうわうわ、そういうこと？塊じゃん、コウモリの。あらららら、痛いよ。どうしたクソったれども、かかってこい。俺らと一緒に来いや。危ないって。キャプテン来てくれ。はい、こんばんは、島津です。本日はですね、メトロエクソダスの新 DLC がね、配信されたので、そちらをやっていきたいと思います。そして、今回ね、配信された DLC はこちら、サムの物語ですね。前のね、DLC は2人の大佐だったんですけどね、こちらは大佐のね、部隊に所属していたサムといったね、アメリカ出身の、人物をね、主役として迎えている DLC になっております。愛する者が故郷で生き延びているのか。サムはオーロラとオーダーのメンバーに別れを告げ、線路沿いに東を目指す。ウラジオストックに海を渡る手段が残っていると信じて、だがその、旅路は彼の想像を超えるものだった。サムっていうのはですね、核戦争が起きる前にロシアのアメリカ大使館の警備をね、担当してたんですよ。で、戦争が起きてしまって母国に帰れなくなって、今までね、オーダーのメンバーとして、アルチョムとかミラー大佐たちとね、一緒に旅をしてたんですけど、それで今回のね、メトロエクソダスのエンディングを迎えたことによって、ちょっとね、サムの中で心変わりがね、あったんでしょうね。それで自分は母国アメリカを目指すから、ここでみんなと別れだっていうことで、このね、話につながるみたいです。サムもね、できればアメリカ帰りたいとかね、言ってたんですよ、メインストーリーの方で。はい、それではね、やっていきましょう。果たしてサムにね、どんな過酷な旅が待ち受けてるんでしょうか。なんか、仲間との別れはきつかったよ。だが大佐の死が彼らに旅の終わりを示唆し、バイカル湖の湖畔で新たな生活の始まりの契機となった。でここが今俺には終着点が転換点になったんだ。オーダーを取るか人生を生きるか、任務か親父との再会かの岐路に立った。これがオーダーのメンバーですね。そうしたように、俺も自分の他愛ない夢を追う道を選んだ。故郷への道すがら、俺の心には木々や廃墟や倒れかかった電柱が浮かんでは消えていった。目の前にボロボロのスクリーンがあって、同じシーンが何度も流されている。さながら映画館でたった一人レイトショーを見ているように。それでも朝になれば日が昇り、目の前にある新たな眺めを照らし出してくれる。そうして太平洋に近づいていることを実感するんだ。一歩ずつゆっくりと着実に進もう。たとえどんな困難が待ち受けていようとも、いつの日か親父の家のポーチでロッキングチェアに揺られて、この旅を本にする構想を練ってみてもいいな。いつの日か、そうさ、他愛もない夢だ。街が見える、海を渡る旅立ちの地だ。風の中に潮の香りがする。うちに帰るチャンスがわずかでもあるなら、きっとここで見つかるはずだ。かなりのね、長旅だったね。そしてよくね、動く車があっ
ったですね、運よく。それがないとね、まだまだかかったでしょうね。ここがウラジオストックですね。ああ、待ってろよ、ウラジオストック。誰かいるね、ここロープがあるってことは、うん、トラップとかありそう。一応ね、武器としてはね、うん、マシンガンがあるけど、お、なんだ、なんか出てるぞ。ショットガンと、そうだね、アサルトライフルですね、持ってるのは。で、放射線をね、除去できるフィルター、ガスマスクのフィルターは1秒しか持たないみたいです。どっかで補給しないといけないね。ちなみになんだけどね、メトロエクソダスなんだけど、続編のね、制作がもう発表されました。だから次回作にはね、もうサムは出てこないってことだよね。うん、主人公はアルチョムなんで、メインストーリーのね。だからもうアメリカにこれで渡ったとしたら、会うことはないよね。うん。もうね、メトロエクソダスの時点でね、パート3なんですけど、シリーズとしては。やっぱね、あ、フラッシュライト。うん。数々のね、仲間と出会いと別れ繰り返してきたんだけどね。また新たにね、仲間との別れが起きてしまいましたね。ていうか、めっちゃグラフィック綺麗だね。見てくださいよ、これ。まあ、売りの一つなんだよね、エクストダスの。うん。あと、これね、リアルタイムレーシング、うん、レイトレーシング機能をね、オンにしてる状態なんで、まあ、それもあってね、きめ細かい、ぐらいになってます。悪党が来てるみたい。これ、助けた方がいいね。どこだ、地元民、地元民と悪党。ここ入れる。どうだろう、撃たれないようにしたいね。どうするつもりだ。どうもしやしねえって。心配すんな、お偉いさんがお前に会いたがってるんだ。上にいたよね。捨てがあるんだよ。ほら、時間の無駄だ、さっさと出てこい。お前が姿を見せたら出てってやる。こっちだボケ。これ待って、どういう状況。あ、ボスをやりやがった。こいつらが悪党だね。うん、これバレてないね。はいはい、奥にいるんですね、キャプテンは。これどうしよう、助太刀しようか。はい、はい、味方です、撃たないで。全部始末したようだ。ありがとうよ、上がってきてくれ、話そうじゃないか。あれがキャプテンだったんだ。分かった。上を歩いてたのか。これどうやって上に上がるんだ。上がる場所あった。キャプテン撃ってこないでよ、助けたんだから。あれ、キャプテンが捕まったっぽいな。ちょっと待て、飛んでけ。あ、登ってきたんだ。武器を下ろすんだ。あ、はい。おい、落ち着けよ。助けたろ。今すぐ武器を下ろせ。はいはい。わかった。面倒はごめんな。故郷まで行ける船を探してる。心当たりは？一隻だけだが、最高の船がある。来い、見せてやろう。あ、キャプテンって呼ばれてるのはそういったことね。どうやら船が一隻あるみたい。なんか急にフレームレート落ちたな。よいしょ。気をつけてくれ、かなりの高さだ。まあ、落ちたら連中と同じ目に遭いたくはないだろう。即死でしょうね。奴らはわしを追ってくる。キャットの機嫌を取るためにな。わしを生け捕りにしたいようだな。双眼鏡で覗け。ここからよく見える。あれじゃないの、船をね、手に入れようとしてんじゃない。
でも、ソーダできるのは、あそこにある。キャプテンだけだからってことじゃない？潜水艦って。え？しかもバカでかい。どこ潜水艦？あれなら故郷まで。潜水艦だって。あ、潜水艦だ。話し方で薄々わかるな。サンディエゴだ。おい、またアメリカ人か。まったく、こんな偶然あるか？またアメリカ人って？マジか？その様子じゃ知らないようだな。後で教えてやろう。おい、やばい、行くぞ。今度はなんだよ。バットウィングだ。あいつの車に今すぐ行くぞ。バットウィングって？うわ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 、そういうこと？塊じゃん、コウモリの。まずいね。あ、しかもなんか手足が生えてる。あー、やべえやつできた。危ない危ない、落ちろ落ちろ。ちょっと待って待って待って、どこ行った？あそこらへんだね。いや、まさかね、潜水艦があるとはね、びっくりだよ。めっちゃいい 船かと思ったけど。ちょっと待って、やりきれる？ショットガンかな？ショットガンの方がいいかな？どこ行った？下。どこだ？あそこか。来いよ。ここ。あ、外れた。ちょっと結構ね、当てないとダメだね。まだ？まだ？まだやりきれない？まだか。タフだぞ、あいつ。何発当ててるかい？いった？いった？いや、まだだ。タフすぎやろ。ねえ。はい、リロード。あそこ？おお！いや、いた、いっちゃ。待て待て待て。お、近接。まだ生きてる、まだ生きてる、こいつ。でも、まあ、弱ってるっちゃ弱ってるけど。でも、飛べんのか。でやらね、サム編ではあいつがボスになりそうだね。うん。ちょっとね、グラがね、高すぎたみたいだったんで、今落としました。結構あれだね。うん。スイスイ動くようになりましたね。やっぱ、うちの PC でもね、ちょっと厳しかったみたい。はい。よいしょ。待って、武器は？あれ？武器も落としたんだ。全部落としちゃってる、武器。ん？ん？ん？コウモリ？コウモリだね。やばいね。逃げた方がいいね。今何も、あ、パンチだけできる。唯一パンチだけ。いや、正直パンチ弱いからね。ん？なにこれ？ああ、おら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 。この野郎。こいつらぐらいしか倒せない。いてててて、なになになに？蛇だ、蛇だ、蛇だ。待て、ヘビにしてはめちゃくそ牙があったぞ、今。鋭利な牙があった。これは使える。ん？これは使える。弾だけだよね、今手に入れたの。ちょっと待って、武器、武器、武器。キャプテンどこ行った？あ、そうか、キャプテン先に降りたね。無事に降り切ったんだよね。早く合流せんと。多分なんか武器くれるはず。はい。手を上げろ！あらららら、行ってー痛いよ。どうした、クソったれども、かかってこい。俺らと一緒に来いや。危ないって。くらえ。キャプテン来てくれ。危ない危ない、ナイフだナイフ。いや違う、スタンガン。さすがサム強いね。うん、これだけ相手にしてるけど。さすが元オーダー。ちょっと待って、キャプテン来いって。早くしないと死んじゃうよ。いい、はいはい、この野郎。あと、ああ、いや、まだまだ粘るね、まだ粘るね。はいはい、うっせやがれ。
ね、またスタンガンか。俺に構うんじゃねえ。手も足も出ないってか。うせやがれ。めちゃくそ粘ったけどね、やっぱ多勢に無勢ですね。武器も持ってたし。でキャプテンこんかったね。キャプテンとこの地元民って関係良好なんじゃないのかね。捕まえた時こう言ってた。くたばれ、お前らみんなぶっ殺してやる。絶対アメリカ人。お前だってロシア人っぽい話し方ってわけじゃないだろ。まあアメリカ人の口調は映画で見たからな。あいつも映画で覚えた。これどこ連れて行こうとしてる。ちょうどいい、あいつだ。なあお前どこから来た。モスクワからだ。なあアメリカ人じゃないのか。いや俺はモンゴル人だ。分かったよ、降参だ。俺はアメリカ人だ。ほら見ろ。マジか。ああ捕まえるのに手を焼かされたのも納得だ。星の巡りが悪かった。ついてなかったってことさ。そうだな。まあそう決めつけるのはまだ早い。お前、お前ら取っ捕まえたのはアメリカ人だ。キャットに報告すべきだよな。こちらデリバリー応答願う。キャットに繋いでくれ、ニュースがある。電気を外してる、待ってくれ。分かった、待機する。エンジンを止めろ、一旦待機だ。この地元民も悪党ですかね。ついてなかったといえばあれが見える。ああ、あれや雲だ。雲だって。あれ嵐だよ。ああ嵐だが、ただの嵐じゃないから。巻き込まれたらついてないどころじゃ済まないだろう。捕まってむしろついてたんだぜ。デリバリーへ、ボスが戻ってきた。繋ぐぞ。了解。エンジン始動、潜水艦へ行け。それでどうなった。キャプテンへの申し出は。やつは臆病風に吹かれて逃げやした。一緒にいた男を捕まえたんでさ。こいつはアメリカ人ですぜ。お前ふざけてんのか。ねえボス、やつはあんたみたいな口調だ。ああ分かった。そのアメリカ人に代わってくれないか。よし、こんなことバグげてるとしか思えんが、念のためだ。何者だ。サミエル・テイラー上等兵、海兵隊だ。わお、こいつは驚いた。ああ、俺も信じがたいが。信じられん。おい、配送隊。はい。その男は客人として扱え。いいな。直ちに連れてこい。はい、ボス。なあ、俺たち大成功したぞ。最初からこいつがアメリカ人だと見抜いてたのは誰だっけ。わお、めっちゃでけえ。やっぱり近くで見ると大したもんだろ。全部俺たちのだ。すごいな。ねえ、でもまあ喧嘩したけどさ、友好的だね。敵なのか味方なのかよく分かんなくなってきたね、ここまで来ると。ボスだ、これを見ろ。あれがボスだ、ここの。うん、誰か。トムだって。俺だ。よく来たな。なんで縛られてる。お待ちを。さあ乗ってくれ。客人を案内するんだ。はいボス。そう、キャットを怒らせちまった。ロープをほどいとけなかった。でも縛ってなくても怒られる。ああ、どうせキャットは喜ばねえ。ついてないな。ちょっと嵐がひどいですね。これさ、防波堤が
あるからさ、守られ大丈夫なんだろうね、きっと。到着です。いや、急に態度変わったよ、かっかいになったよ。いやー、結構もう錆びてますね、さすがに。何十年もね、ろくな整備もされてないから老朽化がすごそう。まったく歓迎するよ。アメリカ人に会うのは23年ぶりなんだ。トムと会えて嬉しいよ。トム、あんたの船か。切符はあるか。切符？ハッハッハ、笑えるな。話そう、来てくれ。でどこへ行きたいんだ。サンディエゴまで片道だ。カリフォルニアか。まさに地上の楽園だ。 LA の渋滞だけは地獄だったかな。なあ、そういえばサンディエゴに野球チームがあったよな。パドレスだ。ああ、俺の地元チームも西海岸だよ。シアトルなんだが。マリナーズだろ。どれだけ調べたら気が済む。あ、これ確認してるんだね。上等兵、こんな時代だからな。あ、そういうことかね。地元アメリカ側のね、地元民だったらね、そういったことに信ぜよ、されど確認せよ。それだ、詳しいだろうからね。あ、武器ある、ハンドガンあるね。ところで彼は右腕のクリムだ。私のビジネスの中で力を行使する部門を任せている。いやあ、サム、え、待って、なんかされそうだね。クリム、拷問される。え、クリムの部下はいい時にお前を招待した。ドックなら風をしのげるとはいえ、あれを見て、あそこにいたらカンザスまで吹き飛ばされてたろ。別に行きたくないが。ならどこへ行きたい。そうだ、タバコでもふかしながら行き先を教えてくれない。そいつはいいな。そんな大した人生じゃないが。中東、アフガニスタン、そしてモスクワ、大使館の警備をしてた。あの時メトロの中にいたからなんとか生き延びれたんだ。そして20年ものトンネル暮らしだ。自分たちだけが生き残ったと思ってた。なぜだ。電波を妨害されてたし、リーダーはその事実を隠していた。20年もか。だがなぜ。見当もつかない。真実を知った者がいて、そいつやチームと共に脱出したんだ。列車に乗って大陸を渡った。バイカル湖で仲間と別れ、俺はさらに東を目指しここへ流れ着いた。親父が生きてるなら俺を待ってくれてるはずだ。もう70を過ぎてる。時間がないんだ。なるほど、故郷に送ってくれるものを探しているのか。ああ、今となってはもう太平洋を渡ろうとする者はいない。だが私なら連れて行ってやれる。やれたと言うべきでは。そうだな。俺にできることは。あと、どうやってこの潜水艦を手に入れた。長い話になる。要点だけ話してもいいが。まあ急いではいるが、そこまでじゃない。それなら一から始めよう。酒でも飲もうか。ああ、実はな、テネシーウイスキーを仕込んでるんだ。まともな熟成は無理だが、香りはなかなかなもんだぞ。クリームも飲むか。いや、俺は食いつがある。その洒落たものは口に合わない。あの失敗作は忘れてくれよ。だが好きにしてくれ。出会いに、出会いに、出会いに。おう、話しよう。ほらな、そう言ったろ。それじゃあ話してもいいか。
私は戦前国際兵器市場を中心にビジネスを営んでいた。ここの人々は金とチャンスがあったもののコネを全く持っていなかったんだよ。だから私が来た。クリムは地元のパートナーをまとめていた。戦争が始まる前、事業は軌道に乗り始めていたが、爆弾が落ちた。あとは分からない。うちは競合より強みがあった。倉庫には大量の武器が、そしてそれを守るクリムの部下もいた。そして我が社は爆発的に成長し、ウラジオストックに繁栄している入植地があると聞いたんだ。ここは例のキャプテンが統治していた。確かによくやっていたことは認めるが、悪党への備えが不十分だったんだ。そこで助力を申し出た。キャプテンは取引を受け入れ、結果は上々。悪党の問題はクリムが根本から解決したんだ。何人かぶら下がってるだろう。いたっけ。そうだな。そして潜水艦が稼働することを知ったんだ。だがキャプテンはこの素敵な財産を運用しようとしなかった。どう運用するんだ。お前もビジネスマンに向いてないようだな。当然皆の利益のためだ。戦後何年も経つのに人々が命をつなぐだけで精一杯なのは、生存者をまとめ文明の復興を進める勢力が存在しなかったからだ。我々はそんな勢力を築ける。新たな国家、本物の理想郷をな。全世界を異教へと導き、終末を始まりへと転じるのだ。銃さえ必要ない。ただ入植地のそばで怒りを下ろし、ミサイルハッチを開けば誰もが全てを捧げる。力に従うんだ。ああ、野蛮だと思うか。だが事実を述べているに過ぎない。我々には力がある。人々を未来へと導く先駆者となるのだ。そうか。で、キャプテンの返事は。怒り狂って我々を排除しようとしたが、勝ち目がないと知って逃げ去ったよ。つまり今はあんたが舵を取ってるんだな。もちろん。だが些細な問題がある。船の原子炉に燃料補給が必要なんだ。燃料棒のありかを知っていて交換できるのはキャプテンしかいない。残念ながら、いさかいの後はもう話すことさえかなわない。そうか。よし、ではこれでいろいろ分かってきた。サム、あの頑固者と話をつけたい。交渉役になってくれ。燃料棒と交換であいつに入植地を任せる。基地など他を探せばいいしな。それに私に従わない乗組員も引き渡そう。補給が済んだらサンディエゴを最初の寄港地とする。どうだ。決まりだ。サム、交渉役には護衛が必要だ。腕利きに守らせよう。ありがとう。だが一人でやりたい。いい度胸をしてるな。クリム、サムの好きにさせてやれ。ふん、仰せのままに。では決まったな。お前に我々の代理人となってもらうからには、標準装備を用意させてくれ。クリム、サムの無線を我々の周波数に合わせろ。ああ、ほら。重要なこと、ここの地図だ。可能な限り正確に記されている。加えてキャプテンの隠れ家も示しておいた。そこから当たれ。ん？マップ？よし、スパシーバクリム。さて、無線は任せ。残りの装備を取りに射撃場へ行ってくれ。何でも使っていいぞ。とにかく休むといい。疲れたろう。ありがとう。だがもう行くよ。鉄は熱いうちに撃てって言うし。まあ好きにしろ。ありがとね。そろそろ行くよ。嵐も止んだようだし。グッドラック。もちろんだ。喜んで。頼んだぞ。じゃあな。
トムとのね、利害が一致したんでね、うん、協力することになりましたね。確かにね、こんな時代だから70歳で今生きてたとしても、ね、病気にかかったらね、ろくな治療が受けられないから、死ぬ可能性も高いですからね。だから本当に時間がないんですよ。なのでね、サムとしてはね、もう急いで、キャプテンと話をつけたいって感じですよね。で、今ね、条件聞いてる限りだとね、トムは悪い、うん、交換条件を出そうとはしてないですよね。圧倒的不利な。だから飲んでくれればいいんですけどね。まあ、トムが嘘をついてなければの話なんだけど。はい。ということで、まあ、本日のね、メトロエクソダス、サムの物語はここまでとさせていただきます。次回からね、武器を取ってね、キャプテン探しの旅に行きます。ご視聴ありがとうございました。ね、この続きもやっていくんで、よければね、見ていただければすごく嬉しいです。もし、これを初めて見た人がメトロエクソダス気になったって思う方がいたらね、再生リストがあるので、それを探してみてください。ホーム画面のね、FPS って、項目のところに確か格納してるはずなんで。はい。それでは、始末のメトロエクソダスでした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。